皆さん最近ハマってるアーティストとかいますか？いないです。まあ正直いないです。いないです。いないです。なんか違うんだよ。なんか多分違う人のやつだな。ピーンじゃないね。まあ最近ね、まあ僕ハマってるアーティストがいまして。なるほど。緑黄色社会にハマってしまいました。はいはいはい、はい、やってんな。きっかけとしましては The First Take っていうあれなチャンネルありますよね、うん、あの一発撮りしたっていう、そこがね見どころの、もうそこでその歌声聞いちゃって、あのやっぱすげえよと。まあもともとちょっと知ってたんですけど、あやっぱすげえなってなって、曲聴いたらすげえいい感じだったわけですね。こっちあと7分しかない SD カード。多分スニー 0H07M になってる。SD カード続きっすか。うん、 The First Take ですげえよくて、まあ、ハマってしまいましたよと。で曲も聴いたら、まあ、最初はあの Shout Baby っていう曲を、僕のヒーローアカデミアのエンディングかな、まあ、歌詞見たらね、ちょっと切なくなるような歌詞で、うん、あいいってなったんですよね。はい。なるほど。話が変わる。緑黄色社会ね。緑黄色社会、まあね、結構昔からいるよね。マイヘアが受けたオーディションで落ちたやつで緑黄色社会が優勝してたみたいな。へぇー、未確認ロックフェスティバルっていう。あああれ確かね、2008年とかでね優勝してるんだよ。詳しい。すげー詳しいじゃん。12年とかかな。え、でもめっちゃ前からやってんだろ。16年緑黄色社会って、ね、結構前だよね。最近のバンドかと思ってた。え、ボーカルじゃあ何歳なんだあの人。オフィシャルサイト緑社家 .com 母屋春子さん1995年生まれだから25ぐらい。まあ、でも25だ。5個上。え、5まだ25か6個上だね。え、じゃあその時とか17とか18じゃない。やば、すご、卒業と同時に。いやーすごい。緑社家ね。僕最近エイトさんっていうアーティストハマってるんですけど、知ってます？あんま知られてないんですけど。ああ、誰ですか？え、なんかエイトさんっていう。エイト？はい。うん、まあなんか AGG の人ですか？ああ、そうそうそう、よく知ってんね。 DGG の香水の人。そうそうそう、よく知ってんね。え、マイナーだから知らないと思ったんだけど、よく知ってんね。知ってん。ああ、エイトさんね。そう、知ってんだ。知ってます、知ってます。あー、みんな詳しいね。子さん分な。何それは。何 DGG？ 何 DGG？ え、ドルチアンドガッパーの。ああ、そういうことね。え、なんかミュージックビデオやばかったよ。1500万回再生みたいな。いや、そう、やばいよね。これあと、三坂咲。出た、三坂咲。なんか、女版ミセスって感じする。へぇー。2003年生まれ。2003年生まれ、三坂咲？うん。2個、え？3個した？ 3 個した。今、17歳。え？やばいでしょ、普通。やば、三坂咲。ツイッターのフォロワーを15万人もおる。三坂咲さん。いいね。いいな。おすすめ。もちは本当に最近ちょっと好きになったバンドなんですけど、フジファブリックっていうバンドいるじゃないですか。泣きだだ、おしゃれな。もう結構前から多分いる。もう2000年とかに多分結成してるんだけど。へえ、タメじゃん、俺だと。いや、まあ活動時期はね。それやば。そう、20年もやってんだ。もともと4人でやってたんだけど、うん、ボーカルがちょっとなんか病気で、なんか病気かなんかなくなっちゃって。へー。で3人でやってんだけど、そのギターが今ボーカルになってやってるみたいな。もともとすげえ、すげえバンド。対応力やば、めちゃめちゃ根性あんじゃん。そうそう、作詞作曲もボーカルがやってたんだけど、それもなくなっちゃったから、そのギターが今補ってる。めっちゃ根性あんじゃん。すげえバンドなんだけど、6年前とかにさ、映画でやってたさ、モテキってわかる？ああ。小山未来とか長澤まさみとか出てた映画。それは覚えてないけど、うん、それの主題歌がフジファブリックで、めっちゃ好きで、その曲が。あの系統で言ったらサカナクションみたいな。マジ。あ、若者のすべてって曲あるんだけど、うん、あ、聞いたことある。 その曲もめっちゃ有名。もうみんないろんな人カバーしてんだけど、うん、夏の終わり聞いたらみんな泣くと思う。夏の終わり、君と夏の終わり。じゃあ将来の夢。ちゃんと合わせてくれ。泣くんだよ、マジで泣く。だってあの夕方5時のチャイムが、もういいな、今日はなんだか胸に響いて、いいねいいねいいねみたいなね。泣く、その5時のチャイムとか、そんなんもうなんか歌詞に入れられて泣いちゃい。そんなの泣いた去年。泣いた。泣いたんだ去年。マジで泣いた。泣いたんだ。泣いて LINE のその一言の BGM にした。うわー。好きすぎて。めっちゃハマってんね。好きすぎて。それ聞くわ、マジでいい。何ハマってるかな。藤井風は言わないの。あ、藤井風好きです。ドハマリしとるよね。
藤井風バカボコ聞いてます。なんなんみんな聞いた？いやまあ、たぶんそれ人ね。なんなんてるる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 みたいなやつ。あー、なんなんの人ね。そうそう。あー、前立ったやつか。そうそうそう。なんなんの人ね。そう、なんなんの人。いい。メッセージ性がね、なんかおしゃれなんだけど、メッセージ性強いの結構。そこがね、いい。なんなの、あれだもんね、なんか。なんなの、なの。自分のミュージックビデオ解説してたりするよね。なんか曲の、なんか説明みたいなのがね、絶対ついてるんで、ミュージックビデオ出たら。おすすめです。夜逃げってどれぐらいみんな知ってんの？夜逃げは結構名前は知ってるけど聞かないとかない？なんかアボカドとかしか知らないみたいな。聞かないとかも、ね、あんま知らない。夜逃げはいいぞ。なんかエモい系だっけ夜逃げ？夜逃げはね、エモいっていうか、めっちゃ簡単に言うと女版マイヘアって感じ。あ、そうなんだ。レベル歌詞の感じが、うん、あのね、なんだ、笑おうとかその有名な曲よりね、そうでもないやつの方がいいんだよな。あーでもそういうのあるよね、うん、あるね。なんかセンチメンタルシスターとかめっちゃいいのよ。バンドの味出てる。あ、そう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 、めっちゃいいのよ。あとなんかどうでもよくなるとかね。めちゃめちゃ聞いてんじゃん。めちゃめちゃ聞いてるよ。夜逃げはね、夜逃げは何だろう、なんかね、昼3時半とかに田舎道を散歩して聞きたい。そういう感じなの。曲と、あと夜聞きたい。あ、朝は聞きたくない別に。あ、そういう感じか。そう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 。モロハ有名だね。みんな大好きモロハ。あ、モロハ言っとく一応。モロハは一応みんなに言っといた方がいい気がするんで。一応。あのモロハっていうね、まあ、2人組のね、まあ、ギターとマイクでやってるね人がいるんですけど、まあなんかラップではないんだけど。でも日本のラップグループって書いてある、ラップグループなんだ。ラッパーなんだ。ラッパーだ。12年やってもまだね目が出ないというか。でも届いてる人は届いてんだよな、あいつらの音楽。だから俺らも頑張るから一緒に頑張ろうぜっていうの。熱いな。熱い。熱いな。ぜひ皆さん聞いてください。あのテスト勉強する、いやなんか今日どうしようとか思ってる時はね、おらーす、おらー、髪燃えるぐらい。ダメじゃん。